今日は久しぶりにちょっと遠出ができるので楽しみにしております。比叡山ドライブウェイにこれから行こうと思っております。今日も GoPro Hero 12、このマックスレンズ 2.0 をつけた時の画角が好きなのでこれを使うことが多いですね。薄暗いとこ行くとにじんだりブレたりする欠点はあるけど、それ以外は特に問題ないので気に入って使っております。さあ、もうそろそろ名古屋高速終了、東名阪自動車道に接続です。 ETC 専用。山の方は雲がかかっとるな。天気予報では途中の晴れの予報だったから多分雨は降らないと思うけど、多少山の間を抜けていくときにぱらついたりするかもしれんけれども、通り雨程度ならなんとか、短時間なら濡れることなく走れるな。腕の部分と肩、ヘルメットか、あとは多少濡れる。胸の部分と桃田は濡れなかったね。しっかりこのウィンドスクリーンと、あとボディが雨を遮ってくれた、防いでくれたで。まあ普通に雨降っとるときは濡れるとは思うけど、少々雨がパラつく程度ならカッパを着ることなく通過できるはず。フォルタの高速道路での使い勝手、ちょっとこの路面こういう補修した跡とか、この程度なら別に衝撃は大したことないな。もっと段差があるところは気をつけんとガンってくるだろうけど、めったにないね。もう今は、新車の頃はもうちょっと衝撃した記憶、多少車体はもやよんぽよんとはなるけど、今80ちょい。巡航速度も100キロ巡航は十分できるけど、そんなね、早く走る気にならんな。だいたい僕は走行車線の流れに乗ってというか、走行車線をゆっくり走るんだけど、そうすると80キロ、90キロ、これぐらいの間だな。それぐらいのスピードで走ると燃費もいいし、100キロで走っとると必ず走行車線詰まるで、何度も追い越しをしないといけないのがだんだん面倒くさくなってくる。
右へ行って左へ行って右へ行って左へ行ってはじゃあ100キロで走るのしんどいんじゃないのって言われるとあれなので、そんなことないですよっていうところでちょっと追い越ししましょうか。まあ追い越し車線どれぐらいだ、100キロぐらいか。100キロだね。速度差20ちょいでこれくらいか。ちょっとこの辺の段差ダダッダダッて来るけど、だからといってケツが痛いとか、それほどそういケツが痛いっていうほどの衝撃ではない。横風に関してはオートバイだからね、強風の日はどうしようもないよね。排気量増えて車重が増えたところで横風の強い日はオートバイが多分ね危ないんじゃないかな。200キロ超える車重であったとしても、250じゃ高速道路しんどいっていう人はまあ巡航速度が高いんだろうね。あとは大型バイクの加速を知っている人らか。大型バイクは免許も持ってねえし、持ったことがないのでどんな感じかは知りませんが、たまにふと思う、免許だけ取ってたまに大型レンタルで乗るのもありかなとか、ちょっと買うのは無理だから。でも免許取ると一度は所有してみたくなっちゃうだろうね。この後新名神、久しぶりだぜ新名神。2年前に CRF で走って以来だな確か。フォルツァでは走ってないはず。右行きますか。昨日洗車したんだけど、もうウィンドスクリーン、電動スクリーンがちょっと汚れてしまった。雨降ってないよな。なんか雨雲突入しそうな気がしんでもないが、反対車線の車はそれほど濡れてねえで大丈夫かな。それほどというか濡れた形跡はないで大丈夫だとは思う。風がうるせえな。ちょっと霞んどるけどなんか雰囲気いいね。
山の風景が。ただいま90キロ巡行、95キロ。流れに乗って走るというか、あれか、道路の状況だな。スカスカの場合はだんだんこうやって100キロぐらいで走ってもいいかなと思うけど、やっぱ前詰まっとるとそんなスピード出してもなーっていう気持ちになっちゃうな。どうせまたすぐに詰まるしっていう、遅い車に引っかかるしなーって。右へ行ったり左へ行ったりがめんどくさいんだよな。加速がどうとかそういう問題じゃなくて、だって右へ行ってすぐに左に戻るのが面倒な人たちはもう追い越し車線をずっと走っていっちゃうんだな。まあ、90キロぐらいで走っとりゃ別に十分かと思っちゃうだな。あ、ちょっと冷えてきた。気温28度だけど風が冷たい。最近足首、左じゃない、右足首が痛くなるようになっちゃったな。最初の頃は右膝が痛くなっとったんだけど、しばらくしたら慣れたのか、そういった痛みは出なくなったんだけど、またここのところツーリングに出ると右の足首と膝が痛くなることがある。今日はまだ膝は大丈夫。右の足首が、昨日動物園行って歩きすぎたせいかな。2時間ほど動物園うろついて撮影してきたけど、50半ばのおっさんにはちょっと、普段運動してないおっさんにはしんどかったな。まだまだ暑い日中だね。振動、エンジンの振動少ないよな。手にくる振動が本当、多少小さなバイブレーションはあるけど、細かいバイブレーションか。スロットルもそんなガバッと開けとるわけじゃないで、右手もそんなに疲れせん。おお、トンネル抜けると涼しい。滋賀県に入りました。甲賀市。おお、空気がひんやり。ここまでのところ快適ですね。道路のつなぎ目でガッツンガッツン、ケツが痛くなるとかそういうこともないし、気温の変化に対しても腕の部分は今ちょっとね、肌寒い感じだけど、直接体に風が当たらんで古メッシュジャケット着てきたけど大丈夫だな。今26度。しかし燃費が落ちてきた。やっぱ100キロ近くで走ると燃費落ちるな。燃費走行は80から90の間だな。でも路面がこう
荒れてくるとバヤヨンバヤヨンバヨンっていう感じはあるけど、痛いとかじゃねえんだよな、ケツが痛いとかじゃなくて。CRF と比べるとやっぱりこの辺はしょうがないかな。お、ペース落ちた。あの車を追い越そうぜ。そんな飛ばすわけじゃなきゃ、フォルツァという高速道路十分ですよ。250じゃ高速道路きついのかな、どうかなって思ってる方もいると思いますが、でも感じ方人それぞれだね。なやっぱり250じゃ高速道路しんどいじゃねえかっていう人もおるかもしれんし、で走行車線をゆっくり走る分にはもう全く問題ない、イコール高速道路問題なく走れます。じゃあダメなのかな、こういう遅い車をかわす分には苦労しんし、エンジンの振動とかエンジンの音がどうのこうの言う人もおるね。250だと頑張ってる感があって、フォルツァわかんねえんだよな、そのエンジンが頑張ってる感とか、静かだから。 CRF の時は7000ぐらいまで回すと振動と音でもううるせえなってなったけど、今日は平日です。そう、比叡山ドライブウェイは二輪は平日じゃないと走れないんで、ご注意を。二輪は向こうか、二輪エリアあるのかな。おい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 、二輪エリアねえじゃねえか。あ、こっちか。ほんと二輪のね、駐車場が隅に追いやられとるて、こんな狭い場所しか与えられん。ああ、まだまだ日中は暑いでな、今日も暑くなりそうだな。ちょっと一旦トイレ休憩行ってまいります。フォルツァに不満はないんだけど、どうしてもというか、どこか不満を上げろと言われたらこのシートだな。シートの開き具合、これがね浅いんだよな、角度が。こっちの方の荷物が取り出しにくいと、あとは純正の ETC の取り付け位置だと ETC カードの付け外しがちょっとやりにくいってのはある。以上。